これまで様々な著名人がマウンドに立ってきた始球式、皆さんもいくつか記憶に残るものがあるのではと思います。今回の動画では11月18日現在 YouTube 内で最も視聴回数を稼いでいる始球式の動画トップ10をお届けします。一番再生された始球式は誰なのか見ていきましょう。2019年に行われた侍ジャパン大学代表対アメリカ大学代表の試合、始球式には新田高校女子硬式野球部の投手が登場。インコースにかなりいい球を投げ抜きます。これにはアメリカ代表の選手もちょっと驚いた様子。ちなみに女子高生と思ってクリックしたのに、動画の冒頭では思いっきり森下正人が投球練習をしていたため、コメントでは森下みたいに可愛い顔した女の子だなぁと思ったら森下だった、体格良くてイケメンの女子だなと思っていたらただの森下だったと困惑した視聴者も。2010年4月24日、この年の4月7日に休止した巨人の木村拓哉コーチの追悼試合、巨人対広島が行われました。始球式に現れたのは当時小学5年生だった木村コーチの長男、浩輝くん。父がプレーした2球団の選手たち、そして大観衆が見守る中、堂々のストライク投球を披露します。その瞬間、ドームからはどよめきが。この時、キャッチャーを務めた阿部慎之助が、その後浩輝くんに結構何か長めに語りかけているのですが、一体何を語ったのでしょうか。気になりますが、それを詮索するのは野暮というものですよね。木村拓哉といえば、広島、巨人で活躍し、球界屈指のユーティリティプレイヤーとして知られました。シーズン打率3割も、ゴールデングラブ賞も獲得したことがないにもかかわらず、チームの重要な戦力として必要とされ続けました。2004年には、投手以外の全ポジションを守ることができる実力を買われて、アテネオリンピック日本代表に選出されました。そして、現役最終年となった2009年、巨人は対ヤクルト戦、延長11回で捕手登録選手を全て使い果たしてしまったため、12回表、木村拓哉が10年ぶりにキャッチャーとして出場。ピンチを救った姿が記憶に残ってるという人も多いはず。2010年の浩輝くんの始球式では、ユーティリティプレイヤーで名を馳せた父が唯一守ることのなかったピッチャーというポジションを息子が担ったことも話題となりました。2015年10月14日、福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ戦で始球式に登場したのが橋本環奈。当時は地元福岡のアイドルグループ、レブフロム DVL のメンバーで、セーラー服と機関銃、卒業で映画初主演が決定しており、そのプロモーションでの登場でした。橋本環奈が始球式ですごい球を投げる、という合成動画が673万回再生されており、大人気なのですが、本物はこっち。セーラー服の裾をなびかせながら振りかぶり、なかなかに見事なノーバン投球でした。ちなみにこの時で橋本環奈が始球式をするのは3度目で、ノーバウンドピッチングで成功したのは2度目。工藤公康の息子で俳優の工藤飛鳥の始球式も話題になっていました。当時、ドラマ「ルーズベルトゲーム」に出演し、社会人野球部のピッチャーを演じていましたが、本人は野球未経験。2014年5月24日、西武対ヤクルト戦で、父と同じ背番号47のユニフォームを身にまとい、登場すると球場は大歓声に包まれました。父は通算224勝の左腕でしたが、息子は右投げ。豪快なフォームから投じられた渾身の一球は114キロをマークし、未経験とは思えないパフォーマンスを披露しました。球は外にそれましたが、後に本人はこの時のことを振り返って、緊張してるの自分で分かって、当てないように6割の力で投げた、と語っていました。バッター役の山田哲人選手への気遣いが垣間見えましたね。2017年に開催されたアジアウィンターリーグ、11月30日に行われた日本プロ野球イースタン選抜対日本社会人選抜の試合に登場したのは、ゲストとして招かれていた台湾の中学生。マウンドにやってくるとダンスを披露し、キレのある動きでめちゃくちゃ可愛いのですが、これが地味に結構長い。何曲やるんだろうとでも言いたげな選手たちの若干困惑気味の表情がシュールで笑えます。
そしていよいよ投げるかと思ったらなぜか二塁方向に向かって投球。最初から最後までツッコミどころ満載ながらも、この始球式に関しては第9位にも同じ内容の動画がランクインしているので、合計すると2位に食い込む再生回数になっています。2019年5月4日の中日ドラゴンズ対ヤクルトスワローズ戦の始球式に、東海オンエアの虫眼鏡が登場しました。大の野球好きとして知られ、地元の中日ドラゴンズの大ファンだという虫眼鏡。しかしこれはメンバーのドッキリで、本人は当日目隠しをして名古屋ドームに連れて行かれ、現場で始球式での投球を続けられるというなかなか鬼畜な企画。ネタバラシを受けて虫眼鏡は驚愕に咳込みながらも、僕の令和人生ピークが来たと大興奮。そこから急遽ピッチング練習をし、1時間後にはマウンドに立って投げ終わるという特訓スケジュール。そんな中でも3万6000人の観客に見守られながら、見事ミットに吸い込まれていくストライク投球を披露し、会場からもどよめきが上がりました。このピッチングにはいつもは凶悪マスコットで知られるドアラも優しく頭ポンポン。バックヤードに戻ってくると緊張の糸が切れたのか、いいコースだったってばよ、ああよかったってばよと安堵の表情を見せる虫眼鏡。本当に見事な投球でした。2019年5月12日、日本ハム対西武の始球式で札幌ドームに現れた貞子。貞子といえば始球式の常連で、毎度なかなか迫力のあるパフォーマンスを繰り広げることでも有名ですが、この時の登場は3年ぶり。リングシリーズの最新作のプロモーションも兼ねていました。チアリーディングのパフォーマンスが行われていた球場で、いきなりビジョンから不穏な音がしたと思ったら貞子の登場。マウンドに向かっていく時のゆらゆらした足取りは何だったのか、マウンドではいつも通りの豪快な速球を披露。98キロを記録し、前回よりも2キロ速くなっていました。これには3万人の観客からもナイスピッチングの声が送られています。元格闘家須藤元気が率いるダンスパフォーマンスユニットワールドオーダーの始球式も話題になりました。舞台は2015年3月31日の楽天対西武戦。7人が全員スーツ、楽天キャップ、楽天カラーのネクタイをまとって登場したワールドオーダーは、ロボットのような動きで行進してマウンドに上がります。そこから須藤元気を先頭にして手がニョキニョキ突き出る千手観音投法を披露。実際の球は外角へのワンバンとなりましたが、どの手から球が投げ込まれるのか一瞬錯覚してしまうようなフォームでスタンドを大いに沸かせました。退場時も全員がロボットのような動きで引き上げていきました。第2位は森七菜が登場した2021年3月30日、ZOZO マリンスタジアム初戦となるロッテ対楽天戦の始球式。グローブと並ぶとさらに小ささが際立つ顔で遠近感が狂います。始球式でホームランを打たれる森七菜という完成度の高い合成動画が大人気で、1100万再生以上されるほど知られていますが、本物はこっち。珍しい左投げでコロコロと転がっていく投球と、打たれた後のはにかんだ笑顔に会場はほっこり。その後キャッチャーからボールを受け取りに手を伸ばして駆け寄っていく姿がとにかく可愛すぎるとネットでも話題となりました。ちなみにこの始球式の様子をパリーグ TV がなぜかマルチアングルで公開していますので、ぜひ見てみてください。堂々の1位に輝いているのが足立佳奈の始球式。2000万再生以上されており、第2位の森七菜の合成動画に大差をつけています。2018年5月3日に甲子園球場で開催された阪神対 DeNA 戦で初めて始球式を担当。この時素人とは思えない美しいピッチングフォームを披露。残念ながらキャッチャーの目の前でワンバンしてしまいましたが、そのキレのある球に会場からはおーとどよめきが上がります。内角低めのコースにバッターが少し驚くような素振りを見せていました。この時の球速は不明ですが、100キロくらい出ていたのではないかとネットではもっぱらの噂。それもそのはず、小学生の時には少年野球チームに所属していたとのこと。中学校で野球部に入部しようとしたところ、女子生徒の入部は認められず入部を断念。
その代わりソフトボール部に入部したといいます。甲子園という舞台にはずっと憧れていたということを後に明かしていました。また2019年にも同じく甲子園で始球式を担当し、この時はしっかりとためを作って豪快に投げ込み、キャッチャーミットのど真ん中に吸い込まれるナイスピッチング。昨年ワンバンしてしまった悔しい思いを無事成仏させることに成功しました。さて今回は YouTube で人気の始球式をトップ10ランキング形式で紹介しました。ランキング外には畠山愛理のアクロバティックすぎる投球フォームや石原さとみのモノマネ投法、柳沢慎吾の日本一長い始球式などがランクイン。皆さんが好きな始球式が他にもありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。これからも野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。